はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。ねえねえ、よっしゃ、ラッキー話来た。クエスト達成、やったね。498キロか。ねえねえ、アストリークエスト、おそらく次有馬記念かな。そういえばさ、手堅く行くために有馬記念で行きましょう。ただですね、506キロまだ軽い。まあまあかな。
はバッチリだね。ゲーム動画で行こうです。スターホースポケット、始めていきたいと思います。ちょっと聞いてよ。今506キロですね。はい、何です？バイアリー、香港の州、間に合いそうにない。こんなのやってる場合じゃないよね。気合十分だね。体重はバッチリだね。208キロですかね、ベストが。いい感じだね。体重はバッチリだね。新機種、騎乗馬がない。カメさん。はい、何です？もう一絞り。108かな、やっぱり。その有馬記念の週。調子落としてる。今週はレースがあるよ。あ、多すぎる。はい、何です？512キロ、重くなったな。スイカ結構便利なので使っちゃうんですよね。2番人気だね。もう一番人気じゃない。ただいまより投票受付を開始。オペラ王か。オペラ王は母親が使った公的種ですね。20丸も分け合っております。大激戦。他名称ドットやマンハッタンカフェもいますが、果たしてどうなるか。客室が追い込みなのはね、中間では響くかもね。スタートです。中間競馬場有馬記念のスタートです。12とやはりテーマオペラはマンハッタンカフェ、名称ドトあたりが強力なライバルではないでしょうね。刀はバイアリー、バイアリータップサークは1枠1番です。いよいよ今年も大詰めです。1年を締めくくるグランプリレース有馬記念、いよいよスタートです。1枠1番はさあ、あなたの
そして私の夢は走っています。あなたの夢は AM オペラ王か、それともカタノバヤリーか。果たして先頭に行くのは、押し出されるようにして伊吹ガバメントが先頭です。内を通ってスルスルとトゥザビクトリーが上がっていきました。そして3番手に6番 AM オーシャン、その外スーッと成田トップロードが上がっていきました。アメリカンボス、それからもう1頭名称ドトー、進行カリド、東海王座、そしてその後ろから名称王道、オレンジの帽子にご注目ください。これが一番人気の AM オペラ王、マンハッタンカフェがかわしていきました。ちょっと離されまして1番カタノバヤリー、12頭が第1コーナーに向かいます。もう一度先頭から行きますと順位が入れ替わっておりまして、先頭はツザビクトリーであります。イブキガバメント、下がって2番手、そしてそのうちに11番成田トップロード、 AM オーシャンがその後ろ、それからアメリカンボス、内から1頭2番名称ドトー、その外からは進行カリド、さあ向こう流しに入りました。3番黒い馬体、東海王座であります。それから5番名称王道、そしてその後ろから7番マンハッタンカフェ、これと一緒に AM オペラ王、一番後ろにカタノバヤリーであります。流れるようにレースが進んでおります。これが先頭トゥザビクトリー、それから12番イブキガバメント、内を通って成田トップロード、その後ろでやりましょうか。6番 AM オーシャン、そして5番手にアメリカンボス、進行カリド、外から行こうというところ。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、AM オペラ王直線の伸び足はどうか。さあ抜けました、進行カリド、怖い馬が来た。1番パタノバヤリーだ、頑張る頑張る田中と進行カリド、内が飛んでいる名称ドトー、これは激しいレースになりました。内2番名称ドトー、1着進行カリド、相葉キラ、勝ったのは4番進行カリドだ。何語なんだろうこれ、もう有利すぎるだろう。あれ、いまいちだったかな。1着4番、2着2番、3着そんなもんなのかな。1番、馬がレースから帰ってきたね。まあまあかな。感じだね。タホボク、はい、何です。ちょっと次のレース考えます。クエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。ねえねえ、あまりの客室が極端すぎる。週間、体重はバッチリだね。いい感じだね。そういえばさ、この週は京都記念、中山記念などちょっと距離に不安が出てしまう。故障もありますね。いい感じだね。
嬉しいか。よしよし。ヘッドセンチュリー。はーい、何です。あ、そっち来てないんじゃないの。お、横乗り乗っけましょう。はーい、何です。行ってみましょう。これコメントが変わるじゃないですか。出さし出たがってるよってね。そうしたら出ることにペナルティがないんじゃないかなと思いました。はい、これは一番人気 1.2 倍。ただいまより投票受付を開始します。さあ、グリグリです。あ、落とすわけにはいかない。京都記念、あ、そうです。戦の名馬がここから始動しました。各馬が飛躍を誓う伝統の重賞であります。ゲートが開いた。2番バスト立山、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。さあ先行争いであります。8番マイソールサウンド、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。それからもう1頭メガスターダム、4番エリモシェルマン、その外からは飛車の空海。各馬第1コーナーに差し掛かります。6番アクティブバイオ、その外に10番シルクフェイマス、内から1頭1番成田センチュリー。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー東証ライト、内を通ってキシミラクル、その外ダイタクバートラム。この辺りちょっと離れている2番ファスト立山、第2コーナーから向こう流し、これが注目の馬。片野バイアリー、鞍上は横山のりしろ。もう一度整理しておきましょう。先頭を行くのは8番バイソールサウンド、4分の1馬身リード。まもなく第3コーナーメガスターアダムがそのうちにいます。そして3番手に4番エリモシェルマン、外を通りまして12番飛車の空海、アクティブバイオ、外から1頭1番成田センチュリー、シルクフェイマスがこれを追う展開になりました。そしてその後ろから9番東証ナイト、内を通りましてキシミラクル、それからもう1頭ダイタクバートラム、その後ろ3馬身くらいあってファスト立山。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、パタノバイアリー直線伸びてくるのかどうか。先頭池添とメガスターダム、北の空海先頭に立った。怖い馬が来た。3番パタノバイアリーだ、内を通って成田センチュリーが来ている。頑張る頑張る岩田と北の空海、外を通ってパタノバイアリーが向きが飛んでいる。パタノバイアリー北の空海一着来てやったり、岩田康成恐れ入りました。目がありすぎる。なんかね、足の気配良いように見えても伸びきれないよね。あ、残念。一着12番、二着。馬がレースから帰ってきたね。いい感じだね。体重はバッチリだね。はい、何です？とりあえずなんかパッとしない。まあ、本格化これからなのかもしれませんが、ちょっと対策を練らないといけませんね。ひとまずは春天かな。2400あたりがいいんですけどね。ちょっと前途多難、意外と前途多難、追い込み場不利かっていうとこですね。はい、ご視聴いただき
ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。